ヨハンゲオルク一世は、アンハルト公、後にアンハルトデスサン公。アンハルト公、ヨアヒム・エルンツトと、その最初の妻アグネス・フォン・バルビの間の長男として、生まれた。1586年に、父が死ぬと、彼は、長子相続を定めていない家系に従って、同母帝のクリスティアン一世及び5人のイボ帝たちと、共に、アンハルト公領を共同で相続した。 大勢のイボテたちが未成年のため、彼らが成人するまでは、ヨハンゲオルクが公領の統治を単独で行った。1603年、ヨハンゲオルクと存命中の弟4人の間で、分割相続に関する協定が結ばれ、ヨハンゲオルクは、長子の相続領とされた、アンハルトデスサー公領を確保した。ヨハンゲオルクは1606年まで弟たちの創設した、 諸公領全体を統治したが、それ以後は弟たちは、独立した。ヨハン・ゲオルクは、デッサウの統治者として、領内の宗教改革を熱心に進め、カトリック教会の伝統文化と天礼の根絶を、強圧的な姿勢で続けた。妹のザクセンバイ・マル公爵夫人、ドロテア・マリアの葬儀の最中だった1617年8月24日、ヨハン・ゲオルクは、末帝のアンハルト系転校。 ルート・ビヒ一世と共に、ドイツ最小の文芸サークル、ミノリを結ぶ会を結成した。ヨハン・ゲオルクは両民に非常に好かれた統治者であり、博学で、特に先生術と錬金術に通じていた。彼の書庫には3000冊の書物が所蔵されていた。1588年2月22日、マンスフェルト・アルン博・ヨハン・アルブレヒト6世の娘、ドロテアと結婚し、 マニ5人の子女を設けた。1595年2月21日、プファルツ・ジンメルン・公王ヨハン・カジミールの娘ドロテアと再婚し、マニ11人の子女を設けた。ありがとうございます。